ちの商品を買え。うわ、何すんだよ。うわ、何すんだよ。交渉前。うわ、何すんだよ。交渉前。セクハラか、セクハラなのか。なんだよ、買っていてくれよ。行き先を選んでください。では先に進みましょう。
ねえ、ホーダイ、マヤのこと好き？そっか、やっぱりね。ホーダイ、マヤのことばっかり目で追ってたから。さっき恥ずかしいところ見られちゃったから、これはついで。ちょっと愚痴っぽくなるけどごめんね。マヤはね、一族の中でも飛び抜けて優秀な悪魔ハンターとしての才能があるの。それに比べて私の力は弱い。本家からもらった魔除けの鈴なしじゃ悪魔の姿を見ることもできない。だからマヤだけが本家で修行を受けて、みそっかすの私はこの町に残ることになったの。それでも私はマヤにとっての頼れるお姉ちゃんでいたかった。だから今まで頑張ってきたつもりだったけど、あの子は私が頑張れば頑張るほど私をダメな姉を支えようとしてもっと頑張っちゃう。自分の心に嘘をついて私を立てようとしてくれる。私はあの子に無理をしてほしくない。お願い放題、あなたがあの子の支えになってあげて。マヤはあなたのこと大好きだから。そこは見えでも胸張ってかっこいいこと言っておきなさい。あのマヤの彼氏になる男だったらね。ついでにさっきの私の電話番号しのぶ姉さんって登録しておくといいわ。冗談よ、あんたって昔から弟みたいだったから一回行ってみたかっただけ。じゃあ私行くね。バイバイ放題。バイバイ。から大切なお願いがあるよ。急いでテニスコートに来て。悪魔はもう捕まえたようですし、一体何のお願いでしょう。